どうした？もう待てない。もう我慢の限界だ。そろそろみんな破壊しちゃおっかな。まずいぞ。ゲームを飛ばされる。ちょっと待った。時の海王神様、今から奥の手を転送するわ。ビルス様にそれを渡して。これはプリンじゃないか。しかもこんなにたくさん。暴れるのをやめてくれたら、そのプリンを全部あげますよ。どうですか？ま、いいだろう。よし、みんな喧嘩は終わり。プリンタイムだ。なあ、オラにも一個くれねえか？腹減っちまって。ああ、いいぞ。お前も食べるか？いらん。興ざめだな。決着はまた今度。私にもいただけますか？足りなかったらまた転送しますよ。たくさん作りましたから。ちょっと待ってくださいね。このプリンはどなたが作ったんです？私ですけど。マジや！あらら、完全に切れちゃってますね。これはいけません。早く取り押さえないと。あなたにも手伝ってもらいますよ。これは太陽を2個壊しちゃった時と同じくらい切れちゃってますね。時の海王神の料理はすごいですね。破壊神の理性を振り飛ばしてしまう。それほどでも褒めてませんよ。まあ、面倒ごとを増やさないでほしいものですね。あんなものを食べちゃったんですからね。無理ですよ。あなたはしばらく休んでなさい。
やりますね。サイヤ人でもそこまでの力を持った方はなかなかいません。いかがですか、ビルス様の次の発言は。はい、待って、そこまで引き抜かないでくださいよ。それは残念。よし、いいぞ。その調子で精進を続けるんだ。はあ、落ち着かれたようですね、ビルス様。こっちもやっと腹の痛みがマシになってきたぞ。すみません、ビルス様、お詫びに今度お弁当でも。やめろ、僕を殺す気か。君の料理はもうこりごりだよ。なんだか疲れちゃったな。帰るか、ウィス。はい。よかった、地球もなんとか破壊されずに済んだみてぇだ。そっちの事情はよく知んねえけど、助かったぞ。ありがとな。お疲れ様でした。今回は特にヒヤヒヤしましたよ。まさかビルス様が出てくるなんて、ほんと危機一髪だったわね。誰かさんのせいでの。何よ、私のプリンがなかったらもっと大変だったかもしれないわよ。しかし結局ミラも仮面のサイヤ人も逃がしてしまいましたね。そうね、奴らの手口は分かったんじゃ。もう同じ手は食わんぞ。さて、
向こうは次にどう出てくるか。